平下孝治は、宮崎県日南市出身の元プロ野球選手、コーチ。小学生から野球を始めたが、中学時代は地元で有名な不良少年で、形だけ野球部所属だったが、中学3年時に野球部顧問が、平下の野球センスを見出し、連日自宅まで平下を迎えに行き練習へ連れ出し、ついにはレギュラーをつかみ、中学野球大会を見に来ていた日南学園校の、 小川茂し氏監督の目に留まり、小川監督が一年は寮の監督室で生活するという条件付けで、日南学園での受け入れを中学の野球顧問へ申し入れた。当時日南学園は野球では無名校で、平下も就職を意識して、就職率100%を誇る調理科を選択したが、小川監督は平下入学直後に3年後にはこのチームで、 甲子園へ行く。と宣言し、平下とその同級生を驚かせたが、平下は一番打者で活躍し、監督は公約通り、第67回選抜高等学校野球大会と、第77回全国高等学校野球選手権大会に、初出場させ、平下は、1995年度ドラフト会議にて、近鉄バファローズから5位指名を受けて入団。 プロ入り4年目の1999年10月7日の藤井寺球場の一軍公式戦としてのラストゲームに初の一軍登録をされたが試合には出場できなかった2000年に一軍初出場を果たし当時不動のセンターだった大村直行が不審だったため準レギュラーとして一軍でセンターに定着するしかし同年オフに打撃と俊速を買われて湯船、都市を 山崎一元、北川博都氏との交換トレードで、坂井博樹、メンデテチ氏と共に、阪神タイガースへ移籍。阪神在籍時は、当時の監督の野村克也により、瞬足7人衆、F17 の一員に選ばれた。星野千一が監督に就任した2002年には、左の代打の切り札として、連敗を8でストップする、サヨナラヒットを放ったこともあった。しかし、 外野手の多い阪神ではレギュラーに定着できず、2004年のシーズン途中に立川隆との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。ロッテでの応援団による応援歌はジッパ・ディールダーの替え歌だった。しかしロッテでも一軍と二軍を行ったり来たりの生活で、なかなかレギュラーに定着できず、2007年シーズン中の6月28日に吉井正人との交換トレードで、 フルスの合併球団であるオリックスバファローズへ移籍。オリックスでもほとんど2軍暮らしにとどまり、わずか1安打に終わった。2008年はオープン戦で本塁打を放ったが、公式戦では1軍出場なしに終わった。10月3日に球団から戦力外通告を受け対談。12球団合同トライアウトに参加した。本塁打を打つなど結果を残したものの、 獲得する球団は現れなかった。なお、この時の模様は2009年1月23日に放映された TBS 系列のドキュメンタリー番組バースデーで紹介された。2009年、近鉄時代の先輩である村上隆之から誘われ、関西独立リーグの大阪ゴールドビルケーンズに選手権任コーチとして入団。球団が解散した2010年限りで退団し、 現役を引退。昼は野球教室のコーチを務めつつ、日南学園時代に調理師免許を取得していたため、飲食店へ興味もあり、大阪市中央区に豚肉料理店、浮かじや震災橋店を開業し、店主を務めていた。2012年、日本女子プロ野球機構の新球団である大阪、ブレイビーハニーズのコーチに就任したが、2013年1月に、 リーグ全体のチーム再編が発表されたことに伴い、1年で退任。現在は、ブリスフィールド東大阪スポーツアカデミーのヘッドコーチ兼施設の校長を務め、少年野球指導に励んでいる。二人の恩師に野球を教えてもらい、生き方を教わった経験から、野球への恩返しの意味で、自分と同じような境遇の子供たちへ、野球の面白さを伝え、 間違ったエネルギーの方向を正しい方向へ向け直してほしいとの思いで、平下した工事ベースボールアカデミーで野球指導をしている。ありがとうございます。